か、毎日の稽古をサボってなかったかは懐かしのこれで確認させてもらうよ。何？手合わせですか？ん？何それ？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ、いきますか。はい、全部終わったよ。おお、ロー様、良いところにいらっしゃいました。実は先ほど、我が子にふさわしい素晴らしい名前を思いついたのです。おかげさまで助かりましたよ。さあ、王の仕事にも疲れたことでしょう。そろそろ玉座の間に戻り、一緒に誕生の知らせを待ちますか。もう本当に、何、今にも生まれそうな感じなんか。はい、待ちましょう。アーウィン様、ロー様、お生まれになりました。え待って、全然玉座の前に行けてないけど。めっちゃギリギリやったんやね。ギリギリ間に合ってないけど。アーウィン様、ロー様、おめでとうございます。本当に可愛い玉のような男の子で。生まれたよ、私。おお、あなた、さあ、あとは助けるだけやね。おーおー、このように元気に泣いて。早速だが、この子に名前をつけないといけないな。さっき決めたやつ。あゆな。トンヌラというのはどうだろうか。え、誰？いやよ、何それ、すげえマヌケな名前やん。絶対嫌なんやけど。賢そうで。え、待って、真逆の印象しか受けんねえけど。勇ましくて賢そうな要素どこにある？間抜けな響きにしか聞こえないんですが。こういうのはどうかしら。そうしてください。うん、どうもパッとしないなだな。なんだって？いや、さっきの方がそりゃね、インパクトはあると思うよ。インパクトはあると思うけど、しかし違う意味でね。君が気に入っているならその名前にしよう。そうしてください。命の胎児より授かった我らの息子よ。もうすでにめっちゃ笑いよりやん。今日からお前の名は、ニクシン。はあ、このタイミングで。まあ、お父様ったら。さあ、お父様も抱いてやってください。いいね、平和だね。おお、よしよしよし、わしはお前さんのおじいちゃんじゃ よ。今ではね、一緒に冒険したりしよるけど。このタイミングでめちゃくちゃ頭のおかしい人にしか思えんけど。なんか周りだけいなくなってさ、自分だけそこに残されるのすごい嫌やね。お楽しみいただけたかしら。あ、そろそろ夢から覚める時が。ん？来た？バニーちゃん、どういうことなのじゃ。場所といい、出来事といい、ここはまるで本物の。敵なんやろ、この子。きっと。ほら、きっとこれで、導かれて、あのバニーちゃんについていったら、変化の術、びっくりした。戸が閉まった。変化の術みたいなのが解けて、きっと戦闘になるんや。ん？なんだか城内がやけに静かじゃの。え？もう滅んだ後？いや、でも滅んだ後やとしたら、建物だけめちゃくちゃ綺麗に残っとるよね、これ。こっち入れるんかな？こっち自分の部屋か。今はバニーちゃんの後を追った方が良い気がするの。へえ。ストーリー的にはそうなんでしょうけども。あ、おった。でもやっぱり周り誰もおらんね。え、消えた。あっちに。めちゃくちゃ導かれて生きよる。ん？どん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 向こうへ。え、どこ？あ、あれか。なんで
一旦ぐるっと回らせた？すっとそっち行ったんでよかったことない？なんか一周したんですけど。あ、おったおった。誰一人城内にいないじゃと？そんなバカな。みんな一体どこに行ってしまったんじゃ。やっぱり、転んでる？こっち行ったよね。何じゃこれは。サプライズ？誕生日とかってことかな。成長している。おじいちゃん、お誕生日おめでとう。でもこれぐらいに成長してる。お前はもしや孫の。何だっけ？あれ、親の元離れたっていうか、あの村に行った時って赤ちゃんぐらいじゃなかった？こんな成長しとったっけ？これ過去にあったことってことよね。過去にあったこと？でもそれやったらね、別にそんな焦らんでも覚えとったんじゃないかと思うけど。おじいちゃんをびっくりさせるためにみんな内緒で準備してたんだよ。かわいい。おめでとうございます、ロー様。ダーハルーネのパティシエを招いて作った特製ケーキは気に入っていただけましたかな。まあ、とりあえず見た目は。味はちょっと食べんとわからんけど。おめでとう。これからもうんと長生きしてこの子の成長を見守ってあげてくださいね。いや、むしろね、こっちは見守りようやけど両親がおらんなってしまうっていう。エレノア、ロー様、おめでとうございます。今日この国がこうして平和なのはあなた様のたゆまぬ努力のおかげです。うわ、めちゃくちゃ慕われている。その努力を無駄にすることのなきようこの国はアーウィン様と共に我らがお守りいたします。頼もしき我が兵士たち。いやー、ロー様おめでとうさん。城下町の飲み仲間一同でパーッと祝いに来たぜ。城下町に飲み仲間がいるの、元王様。まあ親しみやすくていいと思うけど。これからも掘り出し物のムフフ本を仕入れたらすぐに教えてくださいね。そういう仲間まで。うん、愛しき我がユーノアの民。おじいちゃん泣いてるの？もしかして嬉しくなかった？喜びの涙というものがあるのだよ。あ、てか主人公めちゃくちゃペラペラ喋るよりなんか新鮮やね、小さい頃とはいえ。違うんじゃ。おじいちゃんは嬉しいんじゃよ。とっても嬉しいんじゃ。あ、ここからあれなんやね、パッてそれが消えるとかいう残酷なことはないんすね。てかバニーちゃんどこ行ったん？アユナがお父様と一緒にパーティー会場を回りたいそうですわ。よければ付き合ってあげてくださいね。ほうほう。ねえおじいちゃん、僕と一緒にパーティー会場を回ろうよ。さあついてきて、こっちこっち。おお、なんだい。ほう、みんなすごく頭が良しそうだよね。あの人たちからも尊敬されるなんておじいちゃんすごいんだね。ほうほう。アユナも剣王と言われたおじいちゃんのように頑張って勉強するんじゃぞ。僕おじいちゃんに負けないくらいたくさん勉強して賢い大人になるね。よーし、おじいちゃん、次はあっちに行ってみようよ。待って、その前に話させて。お誕生日おめでとうじゃな、ロードの。これからもお互い長生きしましょうぞ。おー、クレイモランの王様。そういえばいつだったか、ブルーオーブを盗まれて困っておった時は知恵を貸してくれて大変助かったわい。あ、なるほどね、あったね。盗んだオーブが偽物だと伝えると、怪盗は悔しさのあまり泣き崩れおった。いやはや見事な提案じゃったよ。マジで泣いたんすか。お誕生日おめでとうございます、王様。そういえば、オーブ盗難事件の時に怪盗を出し抜いたあの見事な奇策。あれは古代プワチャット王国の古文書、プワプワ外伝の3章から発想を得たのでは。あんなマニアックな古文書をご存知とは。何それ。知らないんですけど。本に書き起こせば世界中の図書館を埋め尽くほどとも言われる、剣王様の知識が見事事件解決に結びつきましたね。マジでそんなに、そんなに頭いいんすか？
全然そんな片鱗ないけど。おめでたいですね。お祝いに参りました。ロー様、ハッピーバースデー。クレイモランの民を代表して、お祝いの言葉を届けに参りました。ロー様はその博識さで、数々の問題を解決に導いてきた、まさしく知恵の泉。我ら学者にとっても、憧れの存在です。いやいやいや。おめでとうございます、ロー様。今日のめでたくも幸せな気持ちを、ぜひ神様にお伝えください。まあ、それはまた後で。お、そして飲み仲間たちかい？ロー様はいくつになっても元気だな。俺もロー様みたいに元気はつらつに年を取っていきたいもんだぜ。そうなんよね。長生き長生きって言ってもね、寝たきりとかやったら全然意味ないもんね。こんな豪華なパーティーに誘ってくれて本当にありがとうな、ロー様。さあ、遠慮せずガンガン飲みまくるぜ。でもさ、これサプライズやったとしたら、この人たちを誘ったのは、ローじゃないよね。すごいごちそうだ。そっちに注目してるの。今日、ロー様をお祝いするために、料理人一同頑張って準備してきました。ぜひゆっくりと味わってくださいね。ありがとう。めちゃくちゃ楽しみ。あ、で、ここにおったんやね。うわー、すごいおじいちゃん。これってサーカスって言うんだよね。本物を見たの初めてだよ。そうかそうか。それではそのうち一緒にサマディ王国に行って本場のサーカスを見せてやろうかの。あ、サマディ王か。わーい、やった。約束だよ。なんならサマディでね、サーカスというか、あのゲイしよったシルビアが仲間になるよそのうち。うん、男と男の約束じゃ。えへへ、それじゃあ今度はあっちの方を見に行こうかな。早いな。移動早。瞬間移動じゃないよね。帰国が提供くださった食料によって、一体何人の命が救われたことか、国民を代表してお礼申し上げます。サマディ王国は騎士の国。あの時受けた恩義は未来永劫を忘れることはないでしょう。あ、もしかしてこれあれ？さっきのだけかと思いよったけど、王様の代わりに、何、外交やったやつ、そのやつがここに集合してる感じ？その結果みたいなのが。まあ一応助かったんならよかったよ。まあ国が滅びんことは分かっとるけど。ね、元気にバカ息子も生まれるわけやし。おめでとうございます。ロー様、お誕生日誠におめでとうございます。本当に我がサマディ王国は帰国には大変にお世話になっており、いつかの不作の時も本当に助けられました。帰国の温かいご支援がなければ、我が国は遠に滅びていたことでしょう。あの時に受けたご恩は末代まで忘れませんぞ。いえいえ、なんだあの人すげえな。それそれそれ、この人よ。我が国が不作の危機に陥った際、無償で食料を支援する判断を下したのはロー様なのだと噂で聞きました。指一本じゃない、やば、折れそう、ボキって。だとすれば、我々が今こうして元気にしていられるのはロー様のおかげ。本当にありがとうございます。その場しのぎにしかならんのじゃないかなって思ったけど、まあ、でもその場をしのげれたら、そこから、自分たちでどうにかできる人たちではあったんか。なら良きやね。こちらの巨大ケーキを用意したのは、アイナボッチマのアイデアなんですよ。すごいでしょ。いいっすね。やっぱ子供の方が奇抜な発想するもんね。めっちゃ食いよりやん。みんながこう、おめでとうっていう中、ガツガツもぐもぐ、食いすぎ。ロー様、アーウィン様、それにアイナ様、皆様がいる限り、ユグノアの未来は安泰ですね。それを守るため、私も頑張ります。頑張ってください。ロー様のおそばでお仕えできることは、我らユグノア兵にとって、喜びであり、誇りであります。いいねー。王様を引退してもこんなに慕われているとは。見て、クマさんがいるよ。おじいちゃんはクマさんとも仲良しなんだね。うん。お主も見た目だけで相手を判断するような大人になってはいかんぞい。ほら、あの時の。うん、わかった。おじいちゃんみたいにクマさんとも友達になれる、そんな大人になれるよう頑張るね。うん。おじいちゃんと会場を回れてすごく楽しかったけど、なんだかお腹が空いてきちゃった。そうだ、僕おじいちゃんのためにケーキを取ってきてあげるよ。心優しい。心優しい少年だな。いろいろ見てきたよ。ユグノアが滅ぼされることなく、
エレノアもアーウィンも我が孫も誰もが幸せそうに生きておる。この場所もここにいる皆もおそらく現実ではないのじゃろう。こういう風によるってことは、そうとは分かっていても、現実には起こらんかった出来事ってことなんかな。これは俺、おじいちゃんもよかったね。多分これぐらいの大きさの時には、もうすでに親は死んどるよね。もう永遠に心の中に降りたいけど。おう、おお、大丈夫か。これこれ、泣くでない。いや、なんかもう今にも終わりそうな。あ、手にあざがあったね、手の甲に。そうじゃ、あの日わしらは戦いに敗れ、世界は闇に覆われた。お、大変な状態やったってことを思い出した。そして一人目を覚ましたわしは、仲間たちの無事を祈りつつ、魔王と戦う力を得るべく旅に出た。あ、もうすでに一人で旅に出とったんや。そう、我が師である二馬大使に修行をつけてもらうために。ということは、ここは、ん？ってことはあれか、敵ってわけじゃなくて修行の一環、なんていうか誘惑に負けんように的な。どうしたの、おじいちゃん。すまんの、おじいちゃんには行くべきところ、やるべきことがまだ残っているようじゃ。はあ、もうこの幸せの空間が終わってしまう。おじいちゃん、どこかへ行っちゃうの？ん？なんかみんなおらんくなった？消えた？ああ、行かねばならぬ。もしかすると寂しい思いをさせてしまうかもしれん。でも、お前さんは強い子じゃ。きっと元気でいておくれよ。そう、今ね、主人公も離れとるけんね、みんなとバラバラに。あれ、おるな、みんな。あ、おるおる。そう、ここの話を聞いてないんすよ。我々はグロッタの町より参りました、闘士たちでございます。お誕生日おめでとうございます。今日は以前ロー様がお選びになった代表選手の彼に呼ばれてきたんですけどね。見かけによらず、本当いいやつなんですよ。ふ、何？きっちり馴染んどる？よかった。はぶられたりとかしてない？ロー様、お誕生日おめでとうございます。寒いよ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、ロー様。聞きましたよ、その当初を代表選手に選んだのはロー様だったんですね。彼の誠実な心の内を見抜くとは、剣王には何でも見通しなんですね。さすがとしか言いようがありませんよ。よかった、すごい褒められてるよ君。ロー様、おめでとう、クマ。そしてあの時代表選手にしてくれて本当に本当にありがとう、クマ。あの時出場した格闘大会、最初ブーイングの嵐でとっても辛かった、クマ。まあ人間じゃないしね。でもだんだんと豪傑グマらしからぬ誠実なファイトスタイルが評価されて、結局大人気になった上優勝できた、クマ。おー、すごい優勝。見た目や種族で区別せず、ちゃんと内面を見てくれるロー様に一族を代表してありがとう、クマ。まあでもすごいって言ってもあれか、どんだけそのスタイルが誠実だろうがなんだろうが、力はやっぱり人間よりあるよね。いや、でもその魔物をね、主人公とかこの仲間たちは蹴散らしよるわけやけん、一概に人間より強いとは言えんのか。てか、あれから何年経ったんかな、 3,4 年ぐらい、 3,4 歳 4,5 歳ぐらいかな。そんな感じ。おじいちゃんが出かけてる間、僕いい子にして待ってるから大丈夫だよ。えらいぞ、アイナ。お前さんはやはり強い子じゃの。えへん。でも、あんまり遅くなっちゃやだよ。早く帰ってきて、また一緒に遊ぼうね。ちょっとその辺に買い物ぐらいの感覚で思われとるかな。ね、あとこの辺のさ、頼み事、
外交したのってさ、アユナが生まれる直前やったよね。ってことはそれからもうこんなに成長してるわけやけん、めちゃくちゃ時が経っとるやん。あら、大丈夫ですかお父様。なんだか思い詰めたような顔をしてらっしゃるけれど。エレノア、すまんの。わしはもう行かねばならぬ。アユナを頼んだぞ。変なお父様。アイナならちゃんと見ていますから、早く帰ってきてくださいね。もうなんかね、日常っていう感じの会話やけど。アーウィンよ、アイナの未来はお前にかかっておる。どうか、守ってやってくれよ。もちろんですよ、ロー様。何が起ころうとも、アイナとエレノは必ず守り抜いてみせます。アーウィン、ありがとう。悲しい。なんかね、最終的に、もうすでに亡くなっとることを知っとるけん、悲しすぎるんやけど。さあ、このパーティー一番の目玉、アイナ王子発案の巨大ケーキはこちらで切り分けておりますよ。ありがとう、食べます食べます。でもなんかあの奥にバニーちゃんおるんよね。やっぱ行けってことよね。ようやく余裕が覚めてきたけど、まだフラフラするな。ヒック。あ、ロー様、おめでとうございます。ろれつが回ってね。てかもう座り込んどる時点でね。君は警備とかじゃないのかい？あ、もうこの空間が終わってしまうよ。この幸せな空間が。あら、どうしたの王様。パーティーはまだ続いているわよ。まさかここから出ていく気？ちょっと嫌だな。ならよかったわ。さあ早く会場に戻って楽しんできて。いや、しかし行かなければ。はい、出ていきます。ここには夢のような幸せがまだまだ数えきれないほど待っているわ。それなのに本当に出て行っていいの？俺ずっとここにおったらさ、その現実ではありえんかった幸せな未来が、でも実態はないんよね。でも抱っことかしとったけんさ、触れるわけやん。あ、辛い。はい、わかったわ王様。そこまでの決意ならもう止めはしない。でもどうして？幻ではなくパラレルワールドとかやったらね、残りたい残りたくなってくるけど。思い出したんじゃよ。最終的に存在性幻なら悲しいけんな。今わしに必要なのは甘い夢の世界ではなく、ずっとここにとどまっとったらどうなるんやろ。魔王を倒すための強さだということ。幻ってことやけん、多分意識だけ飛んでいってるってことよね。あれか、だから体を転んでいくんかな。わしは一刻も早くここを抜け出し、我が師匠ニマ大使の下で修行を受けなければならないのじゃ。お、意志は固いぞ。せっかくあんたの好みに合わせてこんな姿まで取ったっていうのに、どうやら余計な気遣いだったようだね。話し方が変わったぞ。なんとその姿は。ニマ大使本人。我が師匠ニマ大使に。正直私的にはさ、バニーちゃんよりこっちの方が普通に綺麗なんやけど。はあ、現実に戻る。あ、まあ、まがまがしい空気。ここは、あの幸せな空間から。え、暗すぎん。ちょっとどここれ。え、でもここなんか来たことあるような気がするな。修行しようったところよね、ここ多分。聖なる波動と不屈の刃が交差するとき、まばゆき光の星雲が生まれ、闇に閉ざされた世界を希望の光で満たさん。何を言ってんのかわかんねえや。とりあえず先に進むか。お、おった。ここは夜べなくさまよう哀れな魂が流れ着く場所。あの世、あの世とこの世の狭間的な。久しいな、ロー。この人だってこんなところまで修行を受けに来るなんて。死んどったよね。我が弟子ながら見上げた根性だね。大使様、幸せとは
時に己の歩みを引き止める何より手強い枷となるもの。よくぞそれを断ち切った。いや、私なら確実にあの幸せな世界に浸っときたいと思ったよ。厳しい現実とか守ってきたくないと思ったよ。そう、全部あたいが用意したものさ。しっかり乗り越えてくれて。で、多分ここがあの世とこの世の狭間ぐらいな感じやと思うけん、あのままあそこに留まっとったら、もうそのまますーっとお亡くなりになっとったってことやろ。でも痛くないんならね。それでも。おお、それではわしに修行をつけてくださるのですね。なに早とちりしてるんだ。あれだけで終わりってんじゃあんたも物足りないだろ。何、何があるの。え、今のあんたに修行を受ける資格があるか、毎日の稽古をサボってなかったかは懐かしのこれで確認させてもらうよ。何、手合わせですか。ん、何それ。マグロ手的な。大使様の殿下の宝刀、お尻たたき棒。お尻たたき棒、しかも二刀流ですと。本気ですね、大使様。何、叩かれるの。ならばわしも死力を尽くすまで。戦闘、大戦闘突入した。それじゃあ始めようかね。さあかかってきな。持ってる武器がすごい間抜けなんだけども。いやでもここはなんかな、特に何もないな。普通に攻撃でっか。普通めっちゃ弱いやん。遅いね。にまたいし、いや素早くても弱いよ。ほれ、なんか攻撃に合わなくなったんです。合わなく、当たらなくなったんですけど。美人。いや、それであたいに勝てるのかね。さっきは剣士のごとく構えてやったら、次は魔導士。これで暗いな。いや、あたいの本気あっという間じゃない。見せてやるよ。もうオレンジになったよ。さあおいで。え、なんかこのギリギリになってなんか出てきたんやけど。ほれ、こっちもやっつけんといかん感じ。でも一応強いであろう、ニマタイシの方からやっつけておきます。あっちは多分そこまでじゃないやろ。ほれ、よっしゃー。あれ、あ、ニマタイシの方だけでよかった。なるほど、じゃあもう全然あっち攻撃加える必要なかったわけやね。どうやら稽古はサボってなかったようだね。けど、あたいに言わせればまだまださ。どう、なんか稽古とかしよったっけ。そんな。しかし、覚悟は見せてもらったよ。あれか、みんなと離れ離れになった後のことかな。あの魔王に挑もうって気概があんたの拳からひしひしと伝わってきた。今のあんたなら奥義を習得できるかもしれないね。お、大使様、では今度こそ。まだなんかありそうな気がするけど。ああ、お望み通り修行をつけてやるよ。ただし、あんたがこの冥府にいる間、あんたの肉体はどんどん消耗していく。消耗していく。やけん、さっきの幻の中におればおるほどそうなっとったってことやんね。だから本来何年もかかるような修行をごく短い時間で叩き込むことになるよ。地獄を見る準備はできてるかい。精神と時の部屋が必要や。もちろんです。何その構え。この牢、大使様とご一緒できるなら地獄の果てまでお供いたしますぞ。いや、体系的な問題かもしれんけど、なんか今すごい間抜けな構えなんやけど。よし、いい返事だ。ちまっとしとって。しかし、大使様のバニー姿にはすっかり騙されましたな。でもあれ別にあれやろ、変装とかってわけじゃなくって、魔術とか使った変身やろ。やったらもう全然違うってことやない。あの完成度。逆にその方が恥ずかしくないんや。まるで本物のピチピチバニーを見ているようでしたぞ。ま、あたいの若い頃はいろいろとね。何いろいろと。ああいう格好もしよったってこと。それはどういう。
そんなことよりちゃっちゃと修行を始めるよ。まずは腕立て。今大使は1万歳くらいなんすか。人間ではなかったんやっけ。一番かいベスト。頑張れ。キモい。しばかれた。お尻叩き棒で。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。